ホセ・カルロス・アル・トゥーベは、ベネズエラ共和国、アラグア州マラカイ出身のプロ野球選手。MLB のヒューストン・アストロズ所属。愛称はトゥーベ。2017年にシーズン MVP を受賞した。2006年3月6日にヒューストン・アストロズと契約。2011年は、A 級コーパス・クリスティフックスに昇格し、35試合の出場で打率。 361、5本類打、オプス、958、5盗塁の成績を残す。7月20日のワシントンナショナルズ戦で、メジャーデビュー。2012年5月1日のニューヨークメッツ戦では、MLB 史上最長身のジョン・ラウシュと初対戦し、身長差18インチ45.7センチメートルの対決は、野球版、ダビデ対、ゴリアテとして話題になった。打率。 303、5本類打、オプス、782、15盗塁の好成績で前半戦を折り返し、オールスターゲームにアストロズから唯一選出された。2013年7月13日にアストロズと総額1250万ドルの4年契約に合意した。この年は152試合に出場し、5本類打52打点35盗塁、打率。 283だった。2014年は前半戦で93試合に出場し、日本類打27打点41盗塁打率335の大活躍で2年ぶりにオールスターゲームに選出された。最終的に、首位打者、盗塁王の2つのタイトルに加え、両リーグでの最多安打を記録した。この3つを同一シーズンで記録したのは2001年の 一郎以来の快挙だった。また10月1日に、ジャスティン・モルノー、ブライス・ハーパーと共に、日米野球2014の追加メンバーに選出された。2015年は154試合に出場。同年もオールスターゲームに選出された。シーズンでは、リーグ3位の打率。313、昨年からほぼ倍増となる15本類が、リーグ最多の38盗塁をマークし、 二年連続で200アンダーをクリアするとともに、引き続き投類王のタイトルを獲得。二類種の守備では、守備率993をマークし、ゴールドグラブ賞を受賞。2016年は、開幕から高打率を維持し、6月には打率424本塁打15打点、オプス1.112で、初の月間 MVP を受賞。最終的に打率、 338で2年ぶり2度目となる首位打者のタイトルを獲得。同じくリーグトップの216アンダを放ち、3年連続でシーズン200アンダを記録。本塁打は24本と長打力が開花し、支給率が昨年の4.8%から8.4%に上昇したこともあり、オプスはリーグ5位の928を記録した。 オフの12月5日に第4回ワールドベースボール、クラシックのベネズエラ代表に選出された。2017年はシーズン開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加。シーズンでは7月には5試合連続猛打賞を記録するなど打率48。485.4本塁が21打点、オプス1.251で2度目のプレイヤーオブザマンスを受賞。 9月25日にはバントによる内野安打で右打者でありながら一塁到達まで3秒33というスタッドキャストでの計測史上最速の記録を残した。9月27日のテキサスレンジャーズ戦で1947年以降では5人目となる4年連続シーズン200本安打を記録した。最終的に153試合に出場し打率346 24本塁打、81打点、オプス、957を記録。打率、オプス等で自己ベストを更新し、2年連続3回目となる、首位打者を獲得。10月5日のディビジョンシリーズ第一戦でキャリア初、史上9人目となる、ポストシーズンでの1試合3本塁打を記録した。オフシーズンには、シルバースラッガー賞や、ハンクアーロン賞。 ベイブルース賞など数々の賞を受賞した。さらに新人ながら驚異的な成績を収めたアーロン・ジャッジを抑えアリーグの MVP も受賞した。2018年はシーズン開幕前の3月16日にアストロズと2024年までの5年1億5100万ドルで契約延長した。これは球団史上最高額であり年俸平均が3000万ドルを超えた。 MLB 史上6人目の選手となった。シーズンでは開幕から好調で5月25日から同27日までのクリーブランド・インディアンス戦では10打席連続安打を記録し自身の持っていた球団記録を更新した。オールスターゲームにはファン投票で全選手中最多となる484万票を集め5年連続で選出された。 しかし7月25日のコロラドロッキーズ戦で膝を痛めて途中交代すると7月29日に右膝の怪我のため初めて DL に入った8月21日のシアトルマリナーズ戦で復帰したが怪我の影響で以降は少し調子を落とした最終的に137試合に出場し打率316、13本塁打61打点だった ポストシーズンにも出場したが、足を引きずるシーンも見られるように強行出場だったことを AJ ・ヒンチ監督が明かしている。アルックス直後の10月19日に、右膝の室外骨剥離骨折の手術を受けた。連続シーズン200本安打の記録は途切れたが、オフシーズンには5年連,連続でシルバースラッガー賞を受賞した。2019年4月9日のニューヨークヤンキース戦で、 通算105本塁打を達成した。同12日のシアトルマリナーズ戦で、自身2度目の満塁本塁打を放ち、翌日には、フェリックス・ヘルナンデスから5試合連続となる本塁打を、打っている。しかし、5月12日にハムストリングスの負傷で、故障者リスト入りすると、1ヶ月以上離脱した。7月28日のセントルイス・カージナルス戦で、通算1500安打に、 本塁打で到達した。最終成績は124試合の出場で、打率298、31本塁打、74打点で、6年ぶりに打率3割を切ったが、本塁打は初めて30本を超えた。ポストシーズン全体で、打率329、4本塁打、9打点、オプス971を記録し、アルックス第6戦では、 サヨナラホームランを放ってシリーズ MVP に輝いた。2020年2月に2017年と2018年の一部でアストロズがサイン盗みを行ったことが発覚したことに対して選手代表として謝罪会見に出席した。シーズンではコビットナインティーンの影響で60試合の短縮シーズンとなる中力を発揮することはできず試合の出場で ダリズ、219、5本塁打、18打点に終わった。チームも勝率、483と振るわなかったが、ワイルドカードで、ポストシーズン進出。PS では、アルズ第一戦で逆転打を放つと、第三戦からアルックス第一戦にかけて3試合連続本塁打を、記録する。アルックスでチームは敗退し、自身の連続エラーも3連敗につながったが、 3本塁打を放ち、ポストシーズンでの通算本塁打を歴代後位体の18本まで伸ばした。2021年7月4日に選手間投票で控え足として通算7度目となるオールスターゲームに選出されたが辞退している。打撃フォームはハサミと表現される独特の足さばきが特徴的で本人はミゲルカブレラを参考にしていると言っている。ありがとうございます。